たまたまなんですけど、あの頃に89年か88年かな、あの頃にたまたまテレビをポンとつけたら、その瞬間に何の番組かよく最初は分かんなかったんだけど、ゾウさんがあの一頭出てて、それであの女性がですね、そのゾウさんと、アフリカのゾウさんと女性がそうやってなんかこういろいろやってるシーンを見ちゃって、これ一体何なんだろうと思っていたら、その時にゾウ、あのエレナが、違う、エレナの目のアップが映ったんですよね。でもう非常に大胆に言ってしまうと、なんだこの目はって、もうあの鳥肌立つような感動をしたと。 目を見ただけで前後関係分かんないので、だからこの目に出会って、もうこの造作に会いたいと思ったっていうのが動機だっていうね、言い方になっちゃうのね。でこんなこと言うとすごいロマンティックに聞こえるじゃん、目に会いたい。だけどね、これ実はすっごい重要なことを本当は孕んでると思います。俺はその目に会いたいから選びましたみたいな言い方を直接すぐにしちゃうと、やっぱり恥ずかしいって思いはこの頃あったんですよ。だからあんまりそういうふうに言わなかったんだけど、目を見て、その目が何か知らんけど、すごいその人間の目とも違う、なんか説明不能な優しさみたいなものとか、こういろんなものをはらんでるなっていうふうに思って、でそのことを実は何なんだこれはっていうふうに思って確かめたいみたいなことが実は動機になることも、実は例えば物を言わなく、あの目は口ほどに物を言いという言い方もありますけども、なんかね、人の表情とか、あるいはそういうその言葉に発してないバックグラウンドに含まれているいろんな事柄っていうのは、実はとても重要ないろんな情報を本当ははらんでて、もうそれを分析して説明すること不能なぐらい複雑なものをはらんでいるはずなんですね。でそれを、なんか一瞬にして感じ取るというのは、実は生命体が生き延びていくために与えられている本来の能力の一つのはずなんですけど、なんか気っていうような言い方になりますよね。なんかその気配と言ってもいいし、だからまあ、だけどそういうものを一旦閉じて否定して、それできっちり世の中の出来事を客観的に見て考えて分析して、それで理解をして何かやっていくというのは人類の知性の一つの根本的なところなんでね。それでそれをちゃんと今のような科学技術の文明の恩恵の中で生きようとすると、最初はだって直感で分かりましたとかね、このそういう言い方をしてたらそういうのは発達しませんので、それで人間はあのその辺をこう抑え込んで否定して、今の技術文明、すなわちたくさんのことを非常にきめ細かく自然界を変えて、自分たちの都合で変えていくような能力、すなわち技術文明を発達させたという、これは技術文明を否定しているわけじゃないんだけど、この象やクジラたちの能力のバックグラウンドにはですね、それを技術文明をあの外側にほら技術文明を置いて自分たちが生き延びていくっていうんじゃなくて、自分の内側の中にそれに匹敵できるようなあのすごい能力をあの発達させて6000万年も生きてきたっていうことがあるんで、あの象の方が偉いとか賢いとかっていうことじゃなくて、我々がなぜあのそういう能力を一旦閉じて、それであの技術文明を進歩するという形で自分恩恵を得ていくという種としてこうあの進化してきたかっていうことはね、とても考える必要があるし、ゾウさんの生き方とかそういうことから学ぶことの中に、実は自分たちの知性って何なんだって、この、まあ、科学技術をこれだけ進歩させて、すごいエネルギーをあのいろんなところからあれして、しかもそのいろんな技術を次々と発達させて自分たちが安楽に利便のもとで生きられるということを作ってきた、これ人間の最大の特徴ですから、俺はこれを否定したら絶対人間を否定することになるわけですね。まあ、みんなそうだ、分かるでしょ、この辺はね、別に言わなくても。だけどそこに何か、なんていうか、足りないことっていうか、すごいそれを持って見失いかけていたことがたくさんあるよというのが20世紀から21世紀にかけての我々の課題であって、ガイア神話には多分最初からそのことをね
こういろんな人たちが言い出していることをこう綴ってきたというような映画だったというふうに思いますね、今思うと。今日映画の中で説明したように、実はエレーナがいるツァーボ国立公園というのはナイロビから400キロ離れているわけ、400キロ離れていて、でその公園の大きさは四国ぐらい大きな公園で400キロ離れている。そこのどこかにエレーナさんはいるわけですね。だからしたがって常識で考えると4日間しかなかったの。そのうち2日間が400キロってことは走るわけですが、車、汽車とかそういうのはないんですよ。おまけにあの頃からゲリラの問題があって、一番メイン の通りをそのまま行くとやばいということもあって、別のルートを走るということになったんで、丸々1日がかりなんですよね。向こうで入れる時間が 2日半か3日ぐらいしか入れない。それでエレナに会いたいということだからできるのかなと思って、ダフニーさん、でもすいません、僕はどうしてもエレナに会いたいと思って来たんですけどって言ったらね、大丈夫よって言うんですよ。嘘と思ったよね。なんで大丈夫って、私が行けばエレナは必ず分かりますからって言ったんです。で、私が言ってることをエレナは察知して、要するにもう必ず行ったら来てくれるから大丈夫ですって言うんだよね。でそれもまたね、本当かなと思うじゃないですか。今だったらほら、人間同士だったらね、インターネットでさ、だよね。それから携帯電話でもできるし、当時でもまあファックスとかね、それはあったわけでさ。だけどさ、国立公園内エレナ様って言って、東京から陣辰村というのが来てるけど、ぜひ何月何日後に出てきてくださいなんて送ったって、ね、届いたとしても、届いたってその辺に届いたとしてもエレナが読むわけないし、だからダフニーさんが大丈夫よって、エレナは必ず私が行ったら分かりますからって言ったことについては、俺の常識から言うと本当かなって思う部分があるわけですよ。で、そういう時にすごい重要なことがあるわけ。自分の常識から言うとそれは無理だなというふうに思ったりする気持ちもあるんだけど、この人が言ってることについては、差し当たってはこの人が言ってることを信じてというか受け入れて、その通り行動しようと。それでもだから、そこが問題なんだね。この人言ってっけど、この人なんか絵描く言ってんじゃないのとかって、そういう疑念を持っちゃうと、やはり普通の常識で判断して会えなかった場合はどうしようかとかさ、そんな話になるじゃないですか。だから僕は差し当たってはダフニーさんという方がものすごい素敵な方ですからね、この方が言ってんだから差し当たって信じていこうと思って、一日がかりでもうツァボのロッジがあるんですけど、公園の中にロッジがある、そこに着いたのはもう夜だったんですよ。で、次の日の朝、エレナに会いに行きたいということで、ダフニーさんのジープに出てもらって、俺はジープの方に同乗して行ったんですよ。どこ行くか全然分かんないわけで、でまあちょっと考えてみて、そのエレナのようなゾウさんが一日に行動する範囲とか場所というのはある程度は当然分かってるから、ただめったやたら四国の端っこまで走るような、そういうことではなかったとは思うけども、それでもまあどこ行くのか分かんないで一緒に走っていって、彼女がジープを止めたの でそこでまあ降りたわけなんですが、わっと見渡せどゾウのどの字も見えないわけだよね。で本当に出てくるのかなと思ったけど、まあこれでまたね、もう一つある、ただゾウに会いたいとかエレナに会いたいだけだったらまたいいんだけど、俺は映画撮りに行ってるわけですよ。映画撮りに行って、ダフニーさんがああいう草原の真ん中に、立ってさ、それでただただ待っててこういるっていうのもあれなんで、まあ映画の撮る一つのまあ定石というか、エレンさんがどこに来てんだ、エレンさん、ダフニーさんがどこに来てるのかという場所が分かるようなカット、すなわち広いカットで、その草原の真ん中にポンとこう
ダフニーさんが立ってるようなロングのカット。これ1カット取ったら今度次に何を取るかっていうと、ちょっと前の方に回ってフルショットっていうんですけど、あの要するに全身の、入るようなカットでどんな服装をしててみたいなことが分かる。でその次もう一回角度を変えて、それで今度はアップの顔のアップの絵を撮るという、まあ、そういう手順が映画の、を撮る場合にダフニーさんがどこに来て何をしてるっていうことが分かるようなやつは普通に、まあ、やるわけですね。これをやらせというかどうかは別にして、あのカットとしてはそういうカットが必要なんで、それを撮るためにダフニーさんにそこ立ってくださいって言ったら、はいはいって立ってくれるし、ちょっとそのこっちから今度アングル変えるで、はいはいってこうみんなすごく素直に聞いてくる。でアップになったところでさ、どうしようかと思ったわけ。あのただボーンと立ってさダフニーさんがアップでいてもね、しょうがないなと思って、それで俺はダフニーさんに、すいません、あのエレナって呼んでくださいってお願いしたんです。だからあのエレナっていうシーンはやらせなんだ、ね、やらせなんだね。だってダフニーさん呼ばなくて来るって言ってんだから呼ばなくて来る、呼ぶ必要ないのを、こっちは映画撮りに来てるからって言うんで、エレナと呼んでください。でその間ずっとさ、ダフニーさんものすごい素直に俺のあの要求、映画監督としての普通の要求を聞いてくれていたんですよ。でものの何本かが経った時に、突然400-500m ぐらい向こうの方のブッシュの高いブッシュのところから、なんかわかんないけどこうあの象の影みたいな、足みたいなのが見えてきたんです。だから途端にね、ダフニーさんは態度が変わったわけ。見えた途端にバーッと向こう向かって歩き始めちゃったわけ、スタスタと。これ大変なんですよ、これ。なんでかというと、カメラマンは落ち着いて、そういう絵だから三脚つけてちゃんとアングル考えて撮ってたら、突然主人公の人が勝手にバーッとあの歩き出すわけだから。だけどカメラマンはそういうのすごく適応するあの本能というか、もう訓練できてるから、即どういうことが起こるかというと、三脚からバーッとカメラ外して肩に担いでバーッとダフニーさんを追いかけていくわけね。だからあの足元が動いてるシーンとか、ああいうのが撮れてるのはカメラマンが走って動き出したから。でダフニーさんのそばまで行って、もうカメラマンは即さ近くまで行って、こう手持ちでこうやってこうさ、あの下から撮ったりいろいろやってるじゃん、夢中になったり。そりゃそうだろうね。でエレナさんはこうまっすぐ来たと思ったら、もうすぐにダフニーさんのそばまで行って、あの鼻でグーッとダフニーさん抱いて、こうだからもうそれ分かるでしょ。 鼻であの人間同士だったらこう「いや久しぶりだよ」とかさ、あの握手どころかもうハグだよな、ハグするっていう風になるのは、ゾウさんはそのお鼻でダフニーさんを抱いて背中をこうさするっていうね、こうものすごい感動的なシーンで、正直言って俺もあの目に会いたいと思ってから1年半か2年ぐらい経って、初めてそれしかも出てくってくれるかどうかも半信半疑だったら、その日の朝ついてものの2、30分したら出てきちゃったんだから、これはもう感動しますし、何よりもねやっぱりね、知っていることだったけど、本当にあの3メーターぐらいの巨像が野生のところに出てきて、人間のさおばあちゃまをこう抱いてこんなことするなんていうのは、ね、もうめちゃくちゃ感動なんだ。でやっぱり俺もよくその撮影の途中で素晴らしい話聞いたね時に、あの涙流しました。その時は本当にもう感動して、私はあの、涙が止められない状態だったんですが、だからエレナさんがじーっとあの目で俺の顔を見てるわけ。でこれはあのひょっとしたら俺の思い過ごしかもしれないね。あのステージの上でさ、好きなあの歌手が歌ってるとああ私の方見てくれてるって思うのと同じでも、それもいいんだよ、それね、本当に見てる、そういうあの本当に見てる可能性あるからさ。であのでまあそういうことかもしれないけど、いずれにしても俺はもうあの会いたかった目に見つめられてるわけだから、もうね本当に感動して、あのありがとう、その時の気持ちっていうのはね、本当にああ出てきてくれてありがとう、ありがとう、感動的なシーンありがとうっていうだけじゃなくて、たった2日しかない、滞在の初日にもう出てきてくれてありがとうっていうのもあるんだけど、まあそうやって思ってたのね。ただ突然
エレナさんはさっとダフニーさん の, あのこうやってたの外して 20m 向こうからこっちに向かってまっすぐドッドッドッ歩き始めたわけだよ。こっちに向かってきた。これで状況はまた一変するわけだよね。だってキャメラマンとかみんなさ遠くで見てて感動的なシーンだから感動してるけど、目の前に野生のゾウさんがゴン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 近づいてきたらさ、やっぱね、まず第一にみんな野生のアフリカゾウは怖いっていう固定観念があるね。で固定観念かどうか実際にも怖いとかあるんだ。でおまけにカメラマンなんかは絶対にそのほらカメラ1台しか持ってないんだから、あれあんなでっかいのが来てドーンなんてこうカメラが倒れてもし故障したったらそれで映画が終わっちゃうから、なぜカメラを守ろうっていうのもあるから、こう担いでこう後ずさりするし、みんな一斉に一心あの恐怖心みたいな感じで後ずさり仕掛けたんだけど、俺はまあちょっと待てって言って止めてたんですね。たらまっすぐ俺のとこにエレナさんは来まして、それで俺の体をあの鼻でグイーと抱いて背中をあの鼻でガーって撫でてくれる。あのゾウさんの鼻ってすごいとんがった毛が生えてましてね、それでおまけに土だらけですから、あとでも洋服とか全部赤土でもいくら汚してもあの取れなかったですけど、まあそうやってくれたわけですね。でその時本当にね、僕は相手がゾウだという感覚を全く持たなかったですね。なんかやっぱり優しい、まあ、なんていうかな、こうあの女性にこのハグしてもらってるようなそんな感じだったの。でその鼻を回して鼻の先っぽがこっちにこうやって近づいてきた。これはね、ちょっと普通の常識から考えたらね、ゾウさんの鼻先っていうのはぐにゃ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 ってなんかこうアワビかなんかでかくしたような、あるいはそういうんでこうあとなんか濡れたあの粘液みたいなのがこうあるわけだから、こうそれがこんなとこ近づいてきたらやっぱり普通だと気持ち悪いと思うんですよ。ところが全然気持ち悪いっていう感じしないのよ。でどん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 近づいてきてくれたから、俺はその鼻にブチュッとこういうふうにさあの口をつけてキスをしました。でその時にあのあれで孤児院の方であのダフニーさんが小僧さんたちにしょっちゅう鼻を持ってるってこう息吹きかけてやってるんだよね。でそれなぜやってるのって聞かなかったんだけど、なんか絶対いいことやってるんだなと思ったんで、俺はダフニーあのエレナさんがこんなあんな小さい鼻じゃないんだから これぐらいなんだから、ね、それがぶちょっと来たのでこう口つけちゃったからってこう息を吹きかけたんですよ。そしたらダフニーさん、あとでね、ジンさん、あなたはすごいいいことしたよって言って、どうしてですかって言ったら、これであのエレナさんは生涯あなたのことを忘れませんよって言ったんです。でそこでまた一つ、ああそういうことだと思ったのは、ゾウさんのは文字持たない、日記書かない、だけどその分人間をはるかに超えた経験を記憶するという脳の使い方をしてるわけ。全部経験値で、あの経験し、あのダフニーさんが教えてくれたんだけど、息の中に必ずその人を特定する何かの見えない小さな分子とかそういうのがあるらしいんですよね。でそれを普通だったらそのすごい強烈な匂いは覚えるけど、そういう微細なその違いを覚えないんだけど、実はゾウさんは鼻の能力、あの嗅覚の能力がやっぱり生きていくためのこのダフニーの説明で言うと、あの地面にいるアリ一匹でも嗅ぎ分ける能力があるよって言ってますけど、それと同じことで、だから辰村仁という人間を特徴づけている何かの小さな分子か何か のあれをちゃんと嗅ぎ分けて、俺のことは一生忘れないよっていう言い方をしてくれたんだと思うんですよね。で、それともう一つね、やっぱりね、なんで俺のとこ来たんだっていうのがあるわけですよ。10人ぐらいスタッフいるわけですからね、あの撮影の時にものすごく単純に分かることがあるわけ。俺以外の人間は全員なるべくなら来てくれるなと思ってたわけ。
要するにやっぱりそれはそいつ側がダメなんじゃなくて、まあ、怖いっていうのもあるでしょうし、汚れるの嫌だっていうのもあるでしょうし、カメラマンにしてみればカメラ壊されることの方が困るから近づかないでって思いもあるわけでしょ。だからそういう思いのエネルギーっていうのかな、思ってる時にその思いのエネルギーを感知できる能力というのかな、これ何なんだって考えてみると分かることがありまして、多分それは心の状態が生み出す微細なエネルギーの波動みたいなものだと思う。それが あなたのこと好きよっていうエネルギーなのか、あなたはちょっと怪しいよって疑いの思いを持ってるとか、あるいは怖い、なるべく近づいてくれるなっていうふうに思っているか、ああもう出てきてくれてありがとうって本当に感動していて会えてよかったっていうようなエネルギーを持っているかによって、それの違いをちゃんと微細な部分としてちゃんと分析して感じ取るぐらいの微細なそういう能力を持っているということだというふうに思います。だからここで重要なことは、心で思っていることやそのなんか無意識のうちに持っているある種の心の状態も、必ずその心の状態が、存在している限り、具体的に何かの意味の波動というか、それは物理的に発信しているはずなんですね。でそれをちゃんと感じ取る力というのが象さんにはすごくあるということだというふうに思えると思うし、これクジラと象さんが1年に1回大集まりすることがあるんです。これは僕何度もそのことに出会ってるから。大集まりってどういうことかって、ツアバだってそうだけど、すごい広い範囲の中に普段の安定した時期には家族単位で全部動いてます。群れというのはハードルと言いますけど、大体親戚のおばあちゃんの一番年寄りの方がリーダーで、リーダーって支配者じゃないね。それでその女性たちが一つの群れを作っていて、で男の子は大体15歳ぐらいになるとだんだん群れから離れてオスの象の方に勉強に行ってっていう。だからその、家族単位で動くというのは基本的にゾウさんたちの生き方なんです。だからそれがそれぞれおばあちゃんのリードであっち行ったりこっち行ったりしながらバラバラに生きてる。ところがそのゾウさんたちが1年に1回っていうか大集まりする時があるわけ。ダフニーさん俺にフェスト・オブ・シーズンって言いました。ゾウさんのお祭りの時なんだよ。でゾウさんたちは1年に1回そのなんていうかな、こう食べ物も豊かで、で安全な場所に実はみんなが大集まりするっていうことなんですけどね。でフェストオブシーズンだって言ったんだけど、あれまた変だなって思うわけだよね。普段まあそれこそ400キロじゃない、四国ぐらいの そうでなくても何とか県の中の あっちゃこっちゃにいるゾウさんが、どうやってその日何時何分頃にこの場所に集まりましょうって知らせてんのね。それ集まるという事実があるんだから、お互い同士知らせてるはずなんだけど、インターネットもやるわけじゃないしっていうことになったらどうしてんのっていう話になった時に、そこで彼らが使っているコミュニケーションの手段の中にインフラサウンズって超低周波です、非常に低い音の周波数帯の音を使って何らかの更新をしているというのは間違いないだろうと。この話も不思議と思いませんか。ダフニーが挙げた例で、ツアボ国立公園でメスのリーダーがいて、30年40年っていうかな、群れをちゃんと率いていたけど、そのゾウさんはトータリーブラインドって言ってましたから、もうずっと目が見えなかった。目が見えなくてどうやってそのツアゴの国立公園のいろんなこう変化していくあれとかを理解して、しかも群れを
干ばつだったらこの辺に連れていけばいいとかさ、やってんのかっていうことがあるでしょ。でこれが実はやっぱり低周波サウンドのあのね、ここ使ってんの。クジラもそうだけど、メロン級っていうのはゾウさんもここから低周波発信して、で帰ってくる電波を音波を要するに自分の中であの映像化するっていうかさ、映像化して形とかあの地形とかそういうのをこうさあの理解して、でそれを記憶する、忘れないで記憶する。で、実はそのさっきフェストオブシーズン、お祭りの時に集まるって言ったけど、もう一個ね、ゾウさんの場合大集まりする時があるわけで、それが最もあの生きるのが厳しくなった時、水もない食料もない、普段生きていた場所には全部それがないという状態になった時に、どん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 群れが大きくなってくるんですよ。でどうしたかっていうと、うちのおばあちゃん60歳だと、で60年の経験はあるけど70年ぐらい前の大飢饉の時の経験はないわけだ。ところが隣のおばあちゃんは70歳超えてまして、実はその頃の経験はあるというね、そういう意味で年寄りのメスがリーダーである群れのところに次からいろんな群れのゾウさんたちが集まってきて、その一番年寄りの経験の深いおばあちゃまの群れにと一緒にずっともうかなり過酷な行軍をして、まだあの70年か80年か前にまだ水とあれがあったその普段の場所に向かって行進していくっていう、そういう時にゾウの群れがすごい大きくなる。だから楽しい時と、苦しい時両方にあのあれがあるんですね。実はね、ダフニーさんがあの今あの自分は おばあちゃんになりたいと言ってたんですよ。でエレナさんはなかなか子供が産まなかったのはやっぱりね、自分にあの子供がいるたくさんいるということと、やはり人間と親しいゾウさんというのはやはり本当の野生のゾウさんには警戒されるということもあるある程度ね、匂いとかする。だからなかなかだったんだけど、エレナが帰ってこないんです最近。それであのまあいいく考えれば、子供がお腹にできたからあの人間のところへ帰ってこられないんでということもあるかもしれないけども、一番あれなのは密漁師に殺されたってことかもしれない。でその時にダウニーさんが俺にあの野生の自然と付き合う時一番重要なことは別れ方を知らなければならないっていうことです。別れ方という死を受け入れるってことです。自分のあのそのことを言ったんです。で 俺はまあそれはまたすごい言葉だなと思ってたら、実はエレナが帰ってくるようになった。で3頭も自分の子供がいたって、でそれで連れてきたって。だからこれはね、だからほら死を覚悟するという受け入れ方をして、でその次にあったのはそのこの時撮影の時に言ったあのおばあちゃまね、あのエレナが自分の子供を産んでわざわざあの店に来たっていうことがあったって。だからまあそういうふうに世の中は命というもののことについて人間がねこだわるのも分かるし、その通りのそれは人間の特徴なんだけど、同時に野生の彼らは本当の意味で自然のなんか動かせないもの、すなわち自分があのなんだろう変えられないものを受け入れる柔らかさと、で変えられるものを変えていく勇気と、その2つを見分ける知性とっていう話あるじゃん。これが人間の特徴だなということを、このやっぱりゾウさんの話では本当にそう思うということですが、これ、ダフニーさんがエレナと自分との写真をサイン入りで皆さんにどうぞってくれたやつの余りがあったんだよ。あの捨てられそうになっていた当時の撮影の記録の中で、これを皆さんに今日はプレゼントしようと思ったんだけど、素敵な写真です。エレナの目もダフニーさんも、ね、ダフニーのサインが入ってますので。ということで今日どうもありがとうございました。また。
私の祖父は初代の辰村平蔵といいまして、京都の織物のあれではもう本当にみんなによく知られている人なんですね。ただしその人は初代なんですね。この前ちょこっと言ったけど、もともと十何代大阪の船場の海鮮問屋の、ものすごいでっかい海鮮問屋の一人息子だったのが、明治維新で没落して、で一人で自分で反物を持って売りながら京都の織物を研究していてっていう、そういう人なんですよ。古代切れの復元というのが彼の一つの、自分の新しい作品を作ると同時に、古くから日本に何らかの形で伝わってきたいろんな織物ですね、多分その頃は王侯貴族に捧げられた、あるいは天皇家に献上されたような織物がたくさんあるわけですけど、そういう古代切れがこうどんどんボロになっていくから、要するに生き物ですから、最初はでっかいタペストリーで送られてくるんだけど、それがこうだんだんこう歯切れになっていくっていうね。そうするとその歯切れを日本人はもうボロになっちゃったから捨てるっていうんじゃなくて、そうやって歯切れになっていくと、それはそれでまた使い方をいろいろ考えて、テーブル掛けにしてみたり、あるいは最終的には茶道の服紗ですね。服紗って分かりますよね。服紗に実は古代切れのすごいのがいっぱいあるわけね。でそれが非常に彼には若い時からそういう修行をしてるから興味があって、それの織り方とか染めとか糸だとか、そういうのをこう研究し復元するということと、水からの作品を作るということと、この両方やってきて、一代で京都の代表のような、ですから辰村の帯を持ってるっていうのは、今でもちょっとこう旧家族の方たちとかはみんなね、すごい、今値段つかないぐらいだから、本当にものすごい複雑な織物で、辰村織というのが有名なわけで、その辰村平蔵というのが私の祖父で、で私の親父が長男だったもんですから、本当は彼は文学をやりたくて、梶元次郎だとか三好達治とか、あの辺と一緒に青空っていうね、文学の人は知ってるけど、そういうあれをやってたりして、たんだけど、急にお前やれって言われて、親父はなったという人なんですが、ただ俺はその身近にそういうのずっと見てきてまして、親父の場合も全く同じだったんだよ。特に彼は大谷探検隊って言って、昔トルファンっていう砂漠の中でミイラの発掘とかやってきた、あれですけど、それが持ち帰ってきた、砂漠で発見したミイラの顔にかけてあった一枚のボロの切れがあるわけで、目のとこはもう腐って穴開いてて、口のとこも穴開いてるんだけど、これぐらいのボロボロの切れなんだ。それと実は法隆寺のに国宝として保存されていた四天の叱り門金っていうね、こういう織物なんで、これ親父が書いた本なんだけど、これがその復元をしていく過程で、そのボロの果樹大六というそのミイラの上にあった織物の復元をしていくプロセスで、復元をするためにはどういうことがいるかというと、まず糸はどういう糸を使われているかということをちゃんと研究して分析しなきゃいけない。それからものすごい複雑な織物ですから、それがどういうふうな糸がどういうふうなものによって色にこういう色に染められているかというのをね、ちゃんと科学的に研究すると分析して出てくるわけです。でそれをずっとやってですね、それで具体的にはですね、例えばこういうことなんですよ。例えばまず蚕の糸、絹糸をどういう絹糸で織ってるかっていうことを調べ始めると、実は現代に残っている日本にある蚕の糸ではダメだって分かるわけで、当時の蚕ってどういう蚕だって調べるでしょ。そうするとその蚕を買い直すってとこから始めなきゃいけない。それでその蚕をなんとか中国かどっかの奥の方にあったやつを連れてきて、蚕を蚕棚で買ってもらって、糸を吐き出してもらって、その糸から復元の織物を作るとかね、こんなことやってたらね
分かるでしょ、なんぼかかるか分かんないわけよ金がね、でもそれをやんないとっていうんで、まあこれボロと錦の話で、あのこの辺が俺は小さい時から親父や祖父からもうダイレクトにねそのことをあのそばで見てきてる。でもって家が何度も倒産してるわけよ。特に俺が小学校の5年生ぐらいで本当にあの全部家が倒産して物が全部なくなっちゃうというような事態があったりしたんですよね。そういうのを俺はずっと見てきていて、ですから俺小さい時にすでに本気で死ぬ気でこういうことをやらない限りはやるということを自分であのできるんだって思わない限りは、名前が辰村で有名だから後を継ぐとか、長男の長男の3代目だから後を継ぐなんてことはあのやっちゃいけないことだということはね、もうはっきり思ってました。それであのなぜかというと、結局そういう復元なんかやってるとね、分かることがあって、2000年とか3000万円よ、イランのあの辺りのどっかの織物工場で職人さんたちが一生懸命染めからやって織った織物が、一方はこうあの国宝としてあの保留にあって、でもう一方は砂漠のその遺跡の中のその砂漠のお産かなんかの死んだ顔にかけてあったやつが、全く同じ時に復元することによってよ、同じ時に同じ場所で同じ織手によって植えられたであろうってことが分かっちゃうわけですよ、復元すること。なぜかというと、実はあの織物というのはあれなんです、あのある言い方をすれば科学なんです。縦糸がどうなってて、横糸がどうなってて、どんな糸をどこに使ってて、それをこんなに複雑に織り出したらこういうふうになってて分かるわけだから、生きてるものは必ずボロになって滅んでいく。で、滅んでしまったからなくなったと思ったら間違いだよ。実はあるミイラの断片でも何でもいい、何か残っていると、本当に次にあの2000年後にある人がそのことに気がついて、それをやり始める、それはまた錦に復元してくる。これが命の摂理だから、のなんていうか、代々継いでいかないと途絶えて、伝統が途絶えてダメになるっていうのはもちろんそういうこともあるんだけど、だけど本質的にはボロは錦に帰り、錦は必ずボロになりっていう、そういうのが俺が薫陶を受けてた哲学だったわけね。だからそういう意味でガヤの思想と共通のことがあるでしょ。でこういうのがバックグラウンドだったっていうことで、実はあの彼女のあのこのに出会ったこの奇跡的な出会いなんですけど、相方だけ話して、それからいろんな話の中にある今僕が話したようなことのバックグラウンドになる話、そういうつもりであのいろいろ彼女の言葉をあの聞いてもらって見てもらいたい。それから布の美しさとかいろんなことがあります。それで沖縄の知恵だと思ったら沖縄だけの知恵じゃないんで、これはあの日本列島のに生を受けて生きてる人間たちの意識の奥に必ずあるもんだから、というふうな思いで見ていただきたいと思います。2001年のお正月でした。で2001年というのは4番を作って一応撮影が大体終わって、まだ編集始まってない時だったんですね。でせっかくあの石垣島に来たんだから、西表はすぐそばですから、で、まあ、あのボートで行けるわけだから、西表も行ってみようかなって、まあ、もちろん西表がどういう場所か多少は知ってたんですよね。それであのいわゆる切符買いにあの石垣港 の, あのいわゆるあの切符売ってるところへ行ったんだ。ちっちゃいところなんでしょ、あの安永丸とかなんとかいう船が。でそこは入って入り口入った時に、なんとそのちっちゃいカウンターの下のところにガイアシンフォニーのポスターが2枚貼ってあるわけよ。と思って、こんな最果てというかなんていうかね、たまたま来た石垣島の、しかも西表行く ところのあのチケットを買う場所に貼ってあるんで、一体これ何なんだと思って、だってそんなあちこちにあるはずないじゃん、この自主用意で動いてるけど。それでまあちょっと聞いたら、いや実はこの間から西表で外野の1番2番3番の自主用意をやった人たちがいましてみたいなことだったので、そりゃあと思うんでじゃあと調べて、まあ、主催者として登録されている方のところに電話をして、
あのまあ医療で行くからって言って渡ったの。だその、主催者の、まあ、グループでみんなやるじゃないですか。あの言い出しっぺはね、やっぱり都会から行った人なんだ。都会から行って、あの向こうが日数に着いた人なんでね、まあ、今もいる人もいるし、もうあのいなくなった人もいます。その中に石垣愛子さんとスタッフの中に石垣愛子さんと金星さんがいた。で、俺は石垣さんも、まあ、多少と思ったけど、まあ、一応植物染めだっていうんで、まあ、あのクール工房に会いに行った。だから従って何にも知らなかった。でそこで初めて実際の、染めの断片とか、それから彼女のキャラクターとかさ、その辺のクール工房のあの雰囲気とかさ、いろんなことを見てね、まあ、頭の中に、あれこの人がひょっとすると俺がずっと思ってた植物染めの出演者になる人なのかなと思ったけど、その時は4番のまだ編集してない時だからね。だからまあそこはそこで終わったんですよ。でまあしばらくは忘れて4番必死に読んだ。それで4番完成して上映が始まった時に、あのチビ連れてうちの近所から2、3分のところしょっちゅう散歩するんだよ。散歩してたんだわ。そしたらものすごい小さなアトリエがあるわけ、あの辺にね。でそこに石垣愛子さんの、そのだから次5番をやることに関していろいろ考えてた時に、まだ決まってないんだよ、時にうちのすぐ近所で愛子さんの布の展覧会があったわけ。でもこういうふうに続くと、まあ、この人は絶対こうだねと思って、結果としてこうなった。いや芭蕉布をほら再生、芭蕉布を再生させた人っていうふうになってるけど、その前に何があったかっていうと、芭蕉の畑のわけですね。畑が なくなって、もう要するに伝統が途絶えてると畑がなくなってる。だけど芭蕉はそこらにいっぱい生えてるわけでさ、だからこんなもんいつでも復活できると思ったら、大間違いっていうところにすごい人間と自然の関係があるわけですね。彼女言ってたみたいに、野生の芭蕉は糸にはならないんですよ。野生の芭蕉がいっぱいあるから、だって芭蕉にとってみれば別に糸にする必要ないんだから、糸にしたいのは人間なわけです。でああいう綺麗なものを作るためには糸がいるっていうところから始まる。ところが芭蕉さんは自分のために咲いてる時に、なんで糸にならないかって言ったら、あれ真ん中のですね、中に茎の中にある、いわば繊維というか、なんていうか養分を上に上げていくやつがまっすぐに上がっていく、それが糸になるんだけど、芭蕉さんは自分のために生きようとしたら、あっち行ったりこっち行ったり、こっちに栄養を送ったりあっちに送ったりするから、そういうふうにして一本の糸にならない。で糸にしようとすると何が必要かというと、一見芭蕉を傷つけているように見えるけど、バサッてわざわざああやってやると何が起こるかというと、ね、横の枝と葉っぱに栄養を送ろうと思ってたエネルギーがそれがなくなっちゃったから、急にだからもっとまっすぐ上に行こうってんで、どんどんというふうにして手入れをしていくと、実はああいうふうにまっすぐのですね、いい糸が生んでくれるあれなんだ。だから人間の営みと自然がそれぞれ独自にやってることとの間には、別にそんな利害、むしろみんなそれぞれ自分のためにやっとるんですよ。だけどそこで人間がちょっとだけ、お願いします、この美しい織物を作りたいと、これ芭蕉は自分で美しい織物を作りたいとは思わないんですよね。だから人間がそう思う。そこから人間とそういう自然界の摂理との関係の新たな関係が生まれるということをみんな知ってるから、バサッと切ってくれて、それを受け入れてくれたというかが、ちゃんとしたまっすぐの糸にすると。それで面白いなと思うのは、こうやって押しながらさ、これはまだダメだけど、これはもうすぐ倒れますっていう、そのグラグラし始めてる。俺ももうその年になってるな、どっかでバサッとこう切られたら、それであとは糸取り物になって、終わりだなと思いながら今はね、あってこう倒してくれ。だからあれですよね、言葉としては何て言うかな、倒してあげるってこうすごい傲慢なように聞こえるけど、人とあれの間であのままほっといたら自然に倒れて栄養になってまた戻ってくるだけなんだけど、そこをその時にバサッと切って倒れて、それで皮を剥いでいって、芯の部分を
また咲いていて、でそういう手入れがしてあるから、逆に言うとあのウーハギっていうんですけど、あの入れいく時にですね、すごく素直にあの、あれしていって、もうその段階でこの中からきれいな糸が取れるか取れないかっていうのが分かる。だからあの手入れっていうのはね、傷つけてるみたいで、実は人間とのギリギリのバランスですよね。嫌がっているわけじゃないんだよ、これを与えてくれるということになるんですね、この命をね、自分が。ですごいなと思うのは、あの無駄が一個もないということは、切った後のあのところから渋って渋が出てくるでしょ。でああいうのが焙煎になるって言ってましたが、焙煎っていうのはあの色を触媒するあれですよね、それにあの使うというようなこともあるし、もっとすごいなと思ったのは、もう倒れかけてるやつの根はどうなってるかって言ったら、もうその本人自体に来る栄養はもう倒れかけてるから来ないんだけど、横丁にずっと根が生えていて、別の新しい 芽の方に栄養を送ってるから、もう同じところから、同じ根からもう新たなる子供が生まれてきてる。で2、3年で大体あの大きさになって、もうちょっと経つと芭蕉の糸になるようになってくるっていう、そういうようなことをちゃんとですね、知っているという、このこともすごいことだなというふうに私は思いましたし、それがあの剥がしやすいという感覚でさ、あの気持ちよさそうですよね、あのナイフピッと入れてピーピーって入っていく時の音とかさ、なんかあの感触とかね、ああいうことはね、実は美と絶対関係があるのよ。あの単なるプロセスじゃなくて、あれがきれいに剥いでいく時の気持ちよさっていうのの中に、もう多分あの明子さんの次の糸を作っていく時のある種の感覚がね、でまぶやを感じるという言い方になるのよ。そのこの理屈じゃないんだから、魂しか言いようがないじゃん、そういう感覚っていうのね。でだからね、あの言葉が出てきたのよ、あの真に近づいてくると、一番真のところこういうふうにこういうふうになってしょ、あれへその緒だよな。それであのずっと取り出したこんな網みたいな感じの何かが、であれを愛おしくなってくるっていうふうに言う感覚ね、こんなものあの必要ないんじゃなくて、もうまさに命であり、ひょっとするともう赤ん坊であり、自分にあのそういう意図を与えてくれる何かの源だなって、あれはやっぱりあれですね、あのなんていうか、こういうことを感じてるから出てくる言葉だと思うし、ね、クール工房のクールって紅芋なんですけど、あれがさ、どこにあるかなんて絶対素人には分かんないよ。でしかもあれ、石垣島と西表島にしか自生しないで栽培ができない、なんで石垣島と西表だけにしか生えないの、なんで急な斜面のにしか生えないので、なんであの他の島だったらダメなの、そういうようなことをちょっと考えていくと、実はクールというのが育つための条件として、ものすごいたくさんの条件が実は絡まってある状態にあるんだなというのが分かるのは、例えば土の質が違うでしょ、多分西表と石垣は太平洋プレートの隆起の時のその同じあのところの土なんですよ。だからしたがってこうなってくると、あの太平洋であのあの辺の島が隆起した何億年かのタイムスケールの中で、あの土ができてるとかさ、その日によって風も違うし太陽も違うし、それから周りの虫がどういうふうにしてるとか、動物が何をしてるとか、そういうのいろんなこと全部絡まって、あそこにクールというのが生えてるからあるんであって、人工栽培はできない。人工栽培ができるというのはある程度もう何ですか、素朴な命 あの単体であってですね、こんなに複雑な絡みの中でたまたまできるクールというやつは、実はすごい高度なあの、精妙な複雑な仕組みの中でできているのを、それで彼が見つける。だから俺は聞いた、あそこでね、あのちょっと声聞こえなかった、どうやって見つけるんですか、この絶対見えないあの地面、だからこれ直感ですって言ったんで、直感ですということは実はすごい、ほらガイアの出演者決めるのにどう決めるんですかって言って、俺直感ですとしか言えないが、直感ですって言ったらなんか すごい俺が優れた人のように決めましたけど、ああいうところでねずっとやってれば、ね、そういう感覚っていうのがね開いてくるの。でもうちょっと言ったのが、イノシシがあのかじったやつがいいんだっていうの。でイノシシはなんでかじるのって言ったら、あのクールは人間はほら赤い
色を染めるためにいただくんですけど、イノシシはそれが薬なの。お腹が具合悪かったり、なんか変なもの食った時にそれちょっとだけ食べるんじゃなくてかじるっていうのも言ってましたけど、かじるとお腹が、だから美の世界のと薬の世界はそういう意味では共通なんだよね。そのことが分かるということは、金星さんはイノシシと同じ直感力を持っていると言い方はできるんだけど、人間なわけでしょ、あの人。だ、人間がそういうふうになれるってどういうことなのというところの中にちょっとした秘密があるのは多分あれですな。いただく前にお祈りしてるでしょ。あんなのさ、なんか形式でやってるっていうふうに思うかもしれないけど、なんか祈るという関係の中において、そのクールと自分との間の何かをこうちゃんと自分の中で育成していくっていうか、育てていくっていうかね、そういうふうに祈りは見えてきますよね。でもう一つ、人間の知恵としてっていうのは、あれはまた根が続いてるからね、一個一個は取るときは根切るけど、他の根は残してるんですよ。だから他の根を残してると、その場所は多分根が続いてるのと、その条件がクールに合ってるから、必ずもっと来年になるとまた新しいやつが出てくるから、持続可能な云々みたいな話に、ね、なると、すごい環境問題の考え方そのものをやってるんだっていうふうにはなってくるし、これもすごい話でしたし、それから取ってきてですね、今度ウーダキって実際に剥いだやつを糸取るために最初炊くでしょ。で炊く時にやっぱりあれと同じなんだ、初めさん のお料理の時間と同じなの。その日によって、その種類によって、その風によってあれで全部違うから、何分間何度の熱で煮れば必ずできますというふうに言えないんです。だけど正確にちゃんと必要な暑さにして必要な時に上げてくるっていうのは一体どういうふうにしてるの、何度で何分っていうんじゃないのにできちゃうのは何っていうことを考えてみると、はじめさん のあれと同じですよね。煮炊きされる時の、それで俺はあの時はじめさんの菊の茹で方について思い出しましたよ。菊を取ってきて、菊を茹でてて、どうやって止めるんですかって聞いたらさ、要するに菊が黄色の色で輝く、菊の輝く色から似てる途中でスッとこうね、透き通ったような黄色になる瞬間に火を止めますって言ってましたけど、この透き通った瞬間って一体何なんだろうって、そういうこと考えられたよね。菊だって芭蕉だって最初は人のためになんかに生きてないですよ。自分のために生きてる。で、自分のために生きるときに、菊の輝く、野菊の輝く色は、自分の太陽の光と自分の命を生かすための輝きなわけだから、それは美しいといえば美しいんです。だけど、これ取ってきちゃった人間が。それで食べようとしてるの。で、食べようとすると、もう、そのまんまのあれじゃ、毒だったり、逆に言うと食べにくかったり、それをお湯で炊いてるうちに、菊のあれがだんだん黄色が透き通る黄色になる。透き通るっていうのは何かを吸収するということです。外側からの透き通った時に黄色の色なんだけど、受け入れる、反射してるところから外側からのものを受け入れるような余裕がその中でできてきた時に透き通った感じになる。だからウハギも同じなんですよね。で、これ煮すぎたら死んじゃう。それで煮足りなかったら糸にならないって、このタイミングが一回一回違う。どうやるんですか。ここが僕は人類文明が今忘れかけていることです。いいんですよ。ちゃんとデータと数字によってどうやればって、それこそスーパーコンピューターによって条件をあれして、この条件でやればこうなるっていうパーセンテージとしては言えるわけだけど、全くそういうことじゃないやり方で同じような、もっとひょっとして高度なこともやれることがあるということがあることを忘れてるわけですね。で、そこが実はサステナビリティと関係してくるんですよ。要するにちゃんと全部が生き残ってくる。で、自分の方が何か与えられてくるという。もう一つは福木の話だね。福木から黄色を取る。黄色の色って高貴な色で、琉球王朝の色ですけど、
皮剥いでってあるじゃないですか。あれはもう説明して分かったと思うけど、要するに自己治癒力ですよ。7番の自然治癒力、自発的治癒力を発生させてるわけですね。でこっちは木の皮剥がれたら痛いに決まってるんじゃん、あの副鼻だって。だけどその程度がどう起こしたら死ぬけど、あそこからああいう黄色が出るんだから、黄色くださいっていう人間の我欲と言ってもいいけど、我欲で、やってるんだから木を傷つけてる。だからそこのバランスがどれぐらいどの時期にどういうふうに取るかっていうことで、あのバーミートリオっていう祈りが出てくるわけですね。あのバーミートリオっていうのは私の分を分けてくださいねってお祈りをした後、この辺ぐらいまでなら大丈夫だけど、これ以上吐いたら、ね、でそういうことから言うと、やっぱりそこにバーミートリオっていうあの分けてくださいっていうあれが出てくるのは当然だというふうに思います。私はやっぱり祈りっていうことについてちょっとだけ、あの祈るっていうのは、祈って世界が変われ、さあそんな楽なことないよと、ただその通りです。だけど祈りなくして何が変えられるかという逆の言い方はできるはずです。で祈りっていうのはとても重要ですね。そういう人知をはるかに超えた大きなものの中において自分ができるベストを尽くす、その時祈る心境になるというのは当たり前の話ですよね。フクギってすっごい英知の木ですよ。あの暴風暴火防虫、それで、というふうになっているので、どういうことかというと、一つだけ例で言いますね。あれ周りに、家の周りに植えるんですよ。だからしたがって暴風というかね、あのであれだけ、だいたい南の木はみんなものすごい成長が早いのに、あの木だけゆっくりゆっくり育る。それですごい堅気なの。だから強いと同時に、俺はもう感動したのは、これはあの僕ねに教えてもらったんだけど、葉っぱ、あの葉っぱの形、これ2枚がこう2枚ずつこうなってるの。これでどの葉っぱもみんなちょっとずつ角度が違う。なんでだと思います？これは分かる。あのね、風を下、80メートルぐらいの風来るんだよ。でそれ直撃したらあのお家だって飛んじゃうんだよ。ああいうお家だって、あれは風が吹いてきた時に1枚1枚違うから、実は風の80メーターのやつがバーッとあの通ってくるときに砕かれて、20メーターとか10メーターぐらいの風になってお家の方に来る。だからすごいあの涼しくなるし、危害加えないしっていう、そういうふうにのためにこの葉っぱはこういうふうになってて、みんなそれぞれ角度が違うというのを誰が決めたのっていう話です。なんかどうも知ってる人がいてさって、なんだよ、中遅れの話ね、ひょっとしたらこれなんか知ってる人がいいんじゃないかな、誰が仕掛けたのかなって、こういうのに含みたいな、この色染めようって思ったらいつも挫折だという言い方もすごいよね、これね。あの要するに去年この色で ある布が展示されて、綺麗だな、私もこれ欲しい、これは人間の心理ですね。それでだけどもう今年はこれしかできなかったんでありません、じゃあ来年でもお願いしますって言っとくじゃん。それで上がってきたら違うじゃん。なんでね、どうしてこれ違ったんですか、同じにしてほしいっていう要求をするのが人間でしょ。で同じにしようとすると化学染料になる。だから研究してある色をあれ安定して変わりなく全部ずっと永遠に使って、だからそれはみんなが同じように同じ色を欲しいっていうのは人間のあれですよね。何か悪いとは言われない、平等とかさ、そういうようなあれなんだけど、一回一回違いますっていうことの自然界の摂理と、みんな同じに欲しいっていうのと、このことをどうするのっていうのはものすごく大きな現代の私らに我々が突きつけられている問題だと思います。それで気づくべきは一つ一つ違うけど、この違いの中にまた新たな素晴らしさがあるんだ。だからこの色が違った時素敵だなってまた思う、素敵なんですよ本当は。なぜかというと、色というのは与えられてるだけじゃないの。これは影の色とか言ってるあれですよ。その色とその自分との間で双方向でなんかこうなってるうちに、そこに生み出されて、そこがあの美しいということになるわけだから、ということなんだと思います。
30メーターの波に乗るなんてもう、まあ一種死にたいのかっていうことですよね。そういう波に乗るやつなんだけど、その彼のためにその、彼がボードをですねこう削ってる時にそのラインとかそういうのをなんか計算でラインするわけじゃないんですよね。だけどジェリーがその自分の息子のように思ってるハミルトンのためにボードを研いでいる時の要するにカーブとか曲線とかそういうのの角度とかそういうのあるわけですね。現実に物質的にやるわけだからね。だけどそれはなんか計算とかその客観的にその線が出てくるとかそういうんじゃなくて、結局のところ自分がそれに近い波に乗っている時の全体のなんか体の感覚みたいなの中から出てくるラインをこう削り出してるというね。だからこういうことが僕はちょっと固く言うとどうも本当の意味での自然と調和するようなあるこうギリギリのそういうまあ道具といえば道具でしょ。サーフボードだってね、これの時に出てくるラインというのは何て言うかな、こういくら計算してこれでもってこうだからこうだっていうふうに決めてラインを決めても、そのラインは必ずしもなんかそういうふうに機能しない。結局まあ自分の中でも例えば削っているジェリー・ロペスの身体の中に何か分かんない形でインプリントされている人間というか弱い存在と、それをはるかに超えるガイアのエネルギーとの間の関係のギリギリのところを生み出すようなラインというのは、いくらその分析して計算してこうこうこうだからって言ってそのラインを計算上で出してもそれはそういうふうにはいかない。その逆があって、そういう感じでこうやっている時のラインというのは実は何か多分その別の彼がレイ・ハミルトンが乗った時にもそのラインというのがその海との関係において何か新しい関係性を生み出して、でそれがこうなんか彼をそういう大波に乗せる。でね、キーワードは何か美しいということなんですよ。だから美しいっていう感覚がなぜ美しいのかっていうことがいくら説明しても多分できないんだけど、あ綺麗だなとかね思えるようなところになってるやつというのは実はそういうね関係性を生み出すんだな。すごいハワイ沖の冬の大波ですけど、それがみんな水が移動してると思ってるけど、水が移動してんじゃないんだよって、あれはエネルギーが移動してんだろっていう、これはねちょっとこう目が開くようなことですよね。でもね、なんでハワイ沖でそれがすごい高い波になるのかっていうことを考えると、こういうことのようです。これはですね、やっぱりエネルギーがずっと移動してくるわけでしょ。そうするとその都度こうすごい波はだんだん高くなってくるんだけど、ハワイ沖というのはあるところからサンゴ礁のあれですごい浅くなってくるんですよ。浅くなってくるところにそのエネルギーがガーッと盛り上がった波のエネルギーがこう来た時に、もしそこにでっかい壁があったらドーンと当たってバーッと砕けて終わりなんですけど、サンゴ礁というのはその浅くなっているけど波を通すわけよ。だからそのストップかけてるわけじゃなくて、そのサンゴ礁によってそのエネルギーが浅いくなるから上にこう結局行かざるを得なくて上に上がっている。でどんどん前に、だけど前に進んでくる。そこからまあ津波みたいになってくるわけだけど、前に進んでくる。で上に上がると今度その
下に下ろそうという重力のエネルギーがあるから、当然のように上がったやつはこう落ちてきますよね。で落ちてきながら前へ進んでるわけよ。だからそのおかげで ああいうすごい円環する波ができて、それがパイプラインというやつになって、それでその中を通り抜けるというのがサーファーの一番醍醐味だという、まあサーフィンをやってる人は分かると思いますけど、ただしそれがそのまんまどこでもいいからその筒の中に入ったらそういうああいう感じになれるのかって言ったらとんでもない。ちょっとずれたらものすごい 上に引っ張られるエネルギー、下に引っ張られるエネルギーはもう半端じゃない。ガイアそのものが作ってるエネルギーだから、あっという間に巻き込まれてこうぐるぐる回りになって大抵溺死しちゃうというんで、10人近い人が死んだっていうようなことになるわけなんですけど、でもジェリーはそこで生きている、生きて出てくるわけですから、ということはどういうところを通ってるのかというと、多分その瞬間に要するに上に上げようとするエネルギー、下に叩き落とすエネルギー、前に進もうとエネルギーって、その辺の中のギリギリの調和する力の調和する場所が現実にあるわけなんですよね。でそれに自分を合わせているっていう、そういうことだと思うんですよ。ですからね、これ道みたい、結果として道になってるんだよ。ちゃんと通ってくるんだから、ライン、このパイプラインの中にあった道を通って出てきたっていう話なんだけど、これはどうもあらかじめある道ではなくて、瞬間瞬間に生まれては消えてるような、そういうあれですから、点の連続みたいなもんですよね。その瞬間瞬間に変わってるんだから、一回一刻一瞬たりとも同じじゃないわけですよ。でそれに乗ってこれるというのは何なんだというと、結局それはそれをつなぐ人間のが介在して初めて、でジェリーが介在して初めてその道が出てくるわけで、でジェリーが乗ってきた道が正しい道だから、それじゃあみんなその道を通っていきましょうってやったら絶対ダメ、できない。だからその一瞬、一人一人の人間によって違う、その一瞬に一瞬によって違う、にもかかわらずその道があるから出てくるという、出てこれるというね、そういう、それこそ本当にこれは多分昔から老子様が言ったりですねしてるようなことと同じことで、点をつなげ、つないで新たにそこに新しい道を創造できるのは人間が介在しなければならないということで、客観的にそこにあるということではない。それを僕たちはどうしても客観的にそこにあるというのを計算上出して、でそこでみんなちゃんと共有すれば誰でもみんな同じようにそこを渡っていけるよって、それ見つけようとしてるのが悪いとは言わないんだけど、やっぱり技術とか科学技術の産物だとすると、生命の本質とか自然の本質の中にそういうものが客観的に神さんによって与えられてるっていうことじゃなくて、人がそこに介在してその瞬間に生まれて消えていくものを創造し続ける、クリエイトし続ける、それがこう自分たちがはるかに超えてる外縁のエネルギーと調和する一つのね哲学だという話だというふうにこのことは思いました。それでやつがね、この表現がやっぱりなかなかすごい、トンネルの中に入ると突然世界が変わって、なぜかゆっくりと時間が流れるってね、これはね臨死体験をしたような人たちがみんな言いますよ。なんかそのギリギリのところに来た時に突然こう時間がこうさ、何か普通の1秒の間隔の時間じゃない時間になってくるっていうね、800メーターの崖を滑落したのに怪我しないで落ちてちゃんと生きて帰ってきたラインホルト・メスナーも同じこと言ってますよ。途中で時間がこうゆっくりいくから、下にあるちょっとだけの雪庇があって、崖があって、ちょっとだけ雪が残ってるところにふっとこう体をバウンドさせるから、バーンとそこでバウンド、それがもうちょっとずれてガーンと当たったらもうそこで確実に死んでるっていうね。まあ、なんとなくね、そういう 人間がこの意識の中でなんかそういう生命の危機的状況に近づいている時に、
何か発言してくる感覚の中に、その1秒が1秒じゃなくてっていう感覚がこう出てくるっていうのはね、こういうそれをなぜなんだって説明しろって言ってもあれだけども、多分ね何人もの人がこれを言うということは、何か生き延びるためのなんかセットされている感覚の中に、その普通の日常生活をやる時の感覚じゃない感覚で世界と関わるような感覚があるんじゃないか。だからそうなってくるとね、我々が常識としてこういうことだと思っていることは、まさに今の地球の環境といいましょうか、1グラビティ 1G があって、こうやってこういう生活している中でそれに合うようにセットされている感覚なんであって、それがもう絶対不変のもんだと思ってたら、実は命のギリギリのところに来ると本当にね、生き延びるためにそういう、もし時間がゆっくり流れるような感覚というのが生き延びるために必要であれば、それは生まれてくるような、そういうことじゃないのかなというふうに思いますんですね。で、音が消えてね、全身の感覚だけが研ぎ澄まされるっていうのは、これやっぱり五感がものすごくビビッドになる。で、音が消えてっていう、そういうことだと思うんですけど、それで面白いなと思ったのは、一番これ本当はやりたい感覚じゃん。その中で、あれなんていうかな、トンネルを抜けてくる時のあれが一番、それを味わいためたい、味わいたいためにやってると言ってもいいのにその時の記憶だけないっていう、覚えてない、一番覚えていたい時の感覚が覚えてない。で、入る前に誰かが何か叫んでたというのとは思い出し、それから出てきた時にまた何か現実に戻って覚えてるんだけど、一番本当は至福の瞬間の一番そのためにやってるその感覚が覚えてないっていうね、その時の感じが覚えてない、これもねすごいことだなと思います。波にプラグ、自分のプラグを差し込んで、でそこから波の何か中にあるそういうプラグっていうかをもらって、でそれが自分の中を通り抜けていくっていう、そういう感覚でになるんだという言い方をしてますけど、これはやっぱり物理的にいろんなものを自分の生きるための材料として自分の中に入れて、それでそれを消費して生きるエネルギーを得て生きてるというのも、これ本当だけど、間違いないことだけど、実は本質的にはそういうその宇宙的な意味のプラナーという言い方をしますけど、エネルギーを自分 の通り道になるというね、そのことは実は多分そういうことがあるんだなというふうに私は思いますね。それで、これは当たり前の運の力をコントロールすることなど絶対にできないことです。で、そういうふうにしようと思うと必ず大きな間違いを起こすことになると、それよりも、ダンスを踊る時のようにって言って、海と波とダンスを踊る、俺ね実はちょっと変なこと言いません、これを聞いてる途中で突然やつが全然違うこと言ったの覚えてる、そうパッ素敵な風だって言ったでしょ、こんだけなんか本質的なことを言ってるのにふっと吹いてきた風に向かって、もう何のためらもなくふっとそのことを表現した、これはすごいなんか重要なことのような気がしますよ。俺もねそういうところがちょっとあって、それでみんなからなんか 変だと思われるかもしれないけど、このこととか、それからあれだ、俺が気に入ってるシーン、全然別の話や、彼が日系の人だっていうことを言葉ではなくていっぺんに分かるシーンがあるんですけど、分かります、どこだったか、分かってる、そうです、そのとおりです。サーフィンに出ていく直前に俺たちカメラ持ってこういたじゃん、で今から何するのって言ったら、今からサーフィンしに行くよっていうふうにして通り過ぎていく時に、彼はじゃあ行ってくるよってこういうふうにしなかった、
これはね、何を言いたいかというと、こういうことは あなたは日系の人だよ、日本の文化はこういうだよ、こういう習慣があるからこうしなさいって、そういうことで教わってる感覚じゃないんだよ。やっぱり無意識のうちに、多分お母さん、その前のお母さん、おばあさんとの日常の普段の関係性の中で、彼の身体性の中に無意識に染み込んでいたことが、こうお辞儀をするという感覚です。だからね、お辞儀をするっていうのは、なんとなくは西洋文明から見ると、ね、お辞儀するなんてなんかこうへりくだってるようなってあるけどね、ああいう身体性がふっと出てくる時に、多分彼自身も意識してないその祖先からのずっといろんな文化のつながりの中の何かが彼に染みついてるっていうね、そういう意味では、まあ俺はああいうのがもう本当に感動しましたね。頭下げただけで、やっぱりこの人には彼自身の生きた年代をはるかに超えた何かが、文化の何か、無意識のあれが身体性としてあるんだなというふうに思いました。ね、彼がほら臨死体験をした時に失敗した話してるでしょ。であれどういうことだったかっていうと、すごい人気者になってきたわけ、彼が。それでハリウッドの映画とかでいろいろ引っ張りだこで、いろんな面白い映画に出てるんですけど、それの撮影スケジュールが明日に迫っていて、ハワイマスターズの時にやっぱり波に乗るのに待つわけね。どの波のどこから乗るかっていうのは実はすごい重要なことなんで、本当は集中してそのことをずっと待ち続けて、この一瞬だってさっと波が入るっていうのは必要なのに、映画のことを考えちゃってたわけだ、ちょっとだけ。それであっと気がついたら、本当は乗るべき波が行ってしまったっていうのがあって、と続いてものすごいやつが来てたんだけど、もう乗るべき位置に自分がパドリングしていくっていうこともできないうちにガーッと巻き込まれちゃったっていうね、そういうことだと思うんで、やっぱりこれ人間というのは必ずこういうことがありますから、そこで死んじゃったらもうそれで終わりということになるわけなんですけど、自分でもつくづくそう思いますけどね。彼ほどでないにしても、俺は子供の時に台風の話したでしょ、前に。台風の最中に向こう側の川の濁流の中に、飛び込んで、それでバーッと流されて、ある岩のところに、捕まって何とかして上がれば助かるんだけど、そこでもし手を離したら確実に渦に巻き込まれて死んじゃうっていうさ、そういう場所があるんですよ。で、毎年毎年そんな台風じゃなくても、その波に乗って知らない人が大人の人が来て、そこに巻き込まれて溺死するっていうのがあって、当時は俺は本当にマイナス溺死体っていうのをっていうのを見てましたけど、でそこはどういうことかっていうと、川が流れてきて、ものすごいでっかい岩があって、何万年ってこうある岩ですよね。そこに川が当たるんで、川の道が曲がるわけですね、相手が岩だから。でその岩の下の方がごぼーっとその長年のあれで掘れていて、そこにこう水がぐるぐる巻くという、そういう場所があるわけです。で俺たちは子供の仲間同士でちゃんと教えがありましてね、渦に巻き込まれた時は抵抗するなって、そのまま力抜いてたら助かるけどっていうのがあるんだけど、なんでみんな死んじゃうかというと、巻き込まれたら一旦出られないわけですよね、岩が上にあって。で大人パニックになるわけよ、なんとかして上がりたいと思って。で上上がろうとすると、余計ぐるぐる回ってる岩 の上の方にこう押し付けられちゃって、それで息ができなくて死んじゃうというのがあれだったんですよね。だけど俺たちはその辺の悪ガキどもはみんなそれで渦に巻き込まれたら力抜いてそのままにしろという教えだけはあるんだけど、それが台風の日にそれをやるんだ、台風が去った直後の濁流のすごいところで、これが実はすごい快感なんですよ。川の流れに乗って
っていくのでも中途半端じゃないわけね。ものすごい流れ、速い流れだから。だからバッと入ったらブワーッと流される。その自分の力を超えた流れに流されてるという快感があるのと、それはもちろん怖いんだよ。もちろん怖いんだけど、それに、そこで入れるかどうかで男の子のランクが決まるんだ。だからそれをやらないとどうもその、バカにされるというかね。まあ俺もおっちょこちょいなんでね、その時ね、何人かのそういう悪ガキで一緒に行ったのに、結局入っちゃったの俺だけだったんだよね。あとから、誰もみんなよう入らんかったわけですよね。だけど俺がね、一番に入ったもんだから、僕らバーッと流されていって、そこの崖のとこまで来て、で、ガッと必死で食らいついて、なんとか上がれば、実は5、6メーター上まで登ってから、思いっきりドーンとジャンプして、もう一回川に飛び込めば流れの中で自分が入った対岸の方に上がれるんだけど、その時こう、もう必死で食らいついたけど、結局のところ流れが強すぎてついに手がバンと離れたんですよ。でそしたらもうガーッと巻き込まれたんだけど、その時に今のこっちはその要するに力抜いてそのまましてろっていう教えがあったから、そうしてましたらかなり経ってからポコッとこうね、下流の方に出たっていうことは、どういうことかというと川幅が広くなって流れが緩くなったところでポコッと出たって。この話にはオチがあって、そういうことをね、親が絶対許すわけないじゃん。だから水着が持ち出せなかった。それでスッポンポンで入った。で出たところが街中だったわけ。俺にとってはもうその記憶の方が、だからもうだってある程度もう年でしょ、小学校の5年生6年生ぐらいだから、で真っ裸でさ街中をね、男の子が突然嵐の直後にさ歩いてるってのは、それはね恥ずかしいからね。そっちの方が強烈で、ゼリーのようになんていうか、なんていうかこうね、急にそのなんか、苦しさがなくなってって、でも分かるのよこの感じ。この中で喋ってたでしょ、幽体離脱の話してますよね。自分が巻き込まれてる自分が見えるような感覚があって、このままだったらダメだからって戻った途端に、なんだっけ、苦しくなくなって、逆に笑えてきたっていうね、この感覚、苦しさがなくなって、だって息してないんだから長い間、だから本当はおかしい、もうダメっていうふうに歴史になっちゃうはずなのに、急に息してないのに苦しくない、おまけに笑っちゃうというような感じになったって、これ僕はこれね、なんか脚色してるわけじゃない、本当にそうだろうっていうふうに思うんですよ。そういう状態になった時に、まあ簡単に言うとあれですね、だから酸素消費の仕方、酸素の消費の仕方のシステムが、その瞬間に少ない酸素で大丈夫なような状態にちゃんと生き延びるためにシフトしてるっていう、これはね本当に起こることだと思います。だからそういう意味で何て言うかな、彼が苦しくなくなったっていうのと、その笑っちゃったっていうのね、これ皆さんね、本当の危機的状況になった時に心がすごい静かになって、場合によっては微笑んでるような状態になる可能性というのは絶対あるんですよ。これ本当に、ね、本当に危機的状況を乗り越える時にはすっとこうさ、そのパニックじゃない状態が発現するはずですから、あんまり心配しない方がいいけど、でもまあね、という仕組みが生命にはちゃんとセットされてるよって、みんな自分の中にセットされてるよって、それをどう発現するかっていうのはまたね、別の話ですけど、サーフィンが究極的に教えてくれることは謙虚さだっていう。だから謙虚さってことはやっぱり受け入れ、何かこう自分をはるかに超えているものを素直に受け入れていくということの中で、自分ができていることというのは自分の力であると同時に、自分をはるかに超えた何か命の
力なんだなということが分かってくるから、いわゆる謙虚になる。最後のジェリー の教えの中のというか、これやっぱりすごいね。1日平均8時間海の中にいて、で気持ちがいい時を過ごすのはわずか数十分、あとはずっとパドリングする。だからただ待ってるんじゃないんだよね。パドリングっていうのがすごく重要で、どの場所からどの波にどの瞬間に乗るかっていうことを探す、ここのこの時なんだということを探すためにパドリングしてる。だけど見てみると、もしサーフィンの目的はあの波に乗ることであって、もっとイージーに簡単にいつでも乗れるようにしようというようなやり方をするか、そうやってこの一瞬しかない時をまでずっとパドリングしながら、その瞬間を間違いなく捕まえてパッと乗った時のにああいうジェリーのような神様のようなあれができるんだなということなんですが、まあそれが、まあなんていうかな、一回たりとも同じじゃないというところがなかなか辛いことで、俺は気に入ったもう最後に気に入ったこと、21世紀に生まれる育つ子どもたちへって何かメッセージをって言ったら、親の言うこと聞けこれだけだ、気持ちすごい分かんないね親の言うこと聞け多分いろんなことって悩んでるんでしょうけどっていうこともありました。というのは、まあ、今日 の, あれでした。それでこの文章の頭の方にね、乗っけてるその道はそこに存在するというのと同時に、なんていうかな、生まれるもの、創造するもの、そこに人間が介在しないとない道っていうのがある。で、神様から与えられてるわけでもないし、自分の力だけでできてるものでもない。これは自然との付き合い方のすごく重要なことだと思うし、今日掲げなかった言葉の中でね、英語で、ジェリーの言葉で Flow with it, be part of it. Flow with it, be part of it. 流れに身を委ね、その一部となる。この辺のことって全部すごい消極的なことのように見えるじゃないですか。こうなんか受け身で受け身で。だからそうじゃないんですよね。根本的なビジョンを持っていて、現実の中において受け入れるキャパシティと柔らかさというのが実は本当の生命力の強さであり、実はそこから新しい進化とかいうのが生まれるんだけど、それは目標を立てるのはいい、ビジョンを立てるのはいい、でビジョンは直感的に持っていい、だけどそのビジョンに向かって、そしてしかもビジョンに向かって動き出すということはすごく重要なこと。だからといってそのビジョン通りに行かなかったら失敗だっていうことも実はそうじゃないと思うんですよ。そういうありようでプロセスをちゃんとやっていけばですね、その瞬間に出てくる終着点というか目的地みたいなものは実は最初の予定と違うから、ああダメだった失敗したっていうんじゃなくて、必ず何かそこにまた一つの意味があって、最終的には多分なんか人類の次に進んでいく道というのはおのずと叱ってくると、おのずと叱ってくるんだから何もしなくていいんじゃなくて、おのずと叱るということのために人類は本当の意味で自分にできることをベスト尽くす、その場でベスト尽くして明け渡すというのかな、結果をおもんぱかりすぎない、このことが今の僕は時代にとても重要な教えであり、多分日本的なこれは日本人が遺伝子的に偉かったんじゃなくて、この地球上のこの位置で長年生きることによってなんか自然との関係において持ってきたね、ものすごく重要な特性だと思う。その意味では僕はこの21世紀のこの危機の時代に次のステップへ行くための私日本人の持つ特性、自分自身を見直した時に生まれてくる自分とは何かということは とても重要なことだと思っていると。美しいっていうことが基準だという言い方はすんごくいろんな意味を含むので、なかなかあれですけど、単なる優美という意味ではなくて、美しさというのは無限に生まれてくるものだなと、それが自然の摂理である宇宙の魂というものの求めているものなんだろうなというふうには私は思っておるということです。
ありがとうございました。今日は本当にどうもありがとうございました。